さて、フランスに向かう前にこのベルギーの中にも第一次世界大戦に関連の深い場所があります。それがこのルーベンです。ということで電車を使うために駅へと向かっていきます。ここにあるドイツとここにあるフランスの国境地帯というのはだいたいこの辺りに当たるんですが、かつてこの周辺にはたくさんの要塞がありました。というふうになりますと、ドイツはフランスに入るという時にはこの国境地帯を通るのではなく、一時的にベルギーに入って、でその後にフランスに入っていくという作戦を取った方が楽です。そのような理由でこのベルギーは第一次世界大戦では戦場になっています。それは第一次世界大戦に限ることではなく、その後に起きた第二次世界大戦でもほぼ同じような理由でこのベルギーは戦場になっています。ルーベンに到着しました。日本ではルーバンと発音されることが多いんですが、このルーバンは地理的な要因もありまして、第一次世界大戦で一番最初の激戦地になった場所です。駅の目の前にあるこのまっすぐの道をずっと進んでいきますと、町の中心地に向かっていきます。このルーバンには大学があり、その大学の図書館が第一次第二次世界大戦を象徴するような場所になっています。駅前の道から1階角を曲がりまして、このように綺麗な街並みを見ながら緩やかな坂道を登っていきますと、こんな塔が見えてきます。これがルーバン図書館です。第一次世界大戦が始まるとドイツはこのベルギーに侵入していき、現在僕がいるルーバンに到着します。するとこのルーバンは火の海に包まれてしまい、この図書館は燃えてしまいました。つまり中に入っていた本もことごとく焼けてしまったのです。そのようなドイツの行動を受けて、第一次世界大戦ではプロパガンダ作戦が行われます。ドイツは悪いやつだからやっつけよう、そんな感じのことを国民に対して主張しまくったんです。結局第一次世界大戦はドイツの敗北にて終了しますので、戦後この図書館にドイツの国中からたくさんの本が送られるようになります。そんな話が有名になって、戦後にはたくさんの国々からこの図書館に本を送るという世界的な運動が行われます。この図書館は一種の平和の象徴のような存在になったのです。しかし第二次世界大戦が始まると、ドイツは再びこのルーバンに侵攻してきます。するとドイツはこのルーバンの町に全く手をつけることはなく、この図書館のみを焼いています。現在我々が見ることができるこの図書館はその後に再建されたものです。このルーバン図書館の上の方を見てみるとこんな感じで、動物と紋章が彫像になって表現されています。ここによく知る彫像があるんですが、菊の御紋ですね。これは日本を表しているものでして、なんでここに日本の関連するものがあるかと言いますと、当時この図書館を支援した国の中に日本があったから、その感謝を表しているんです。そんな辛い歴史を持ったこのルーバンの町から第一次世界大戦西部戦線の旅を始めていこうと思います。今から向かっていく西部戦線ですが、ここにスイスといった国があります。このスイスの国境あたりからずっと穴を掘っていって、最終的にこの海まで到達する、そんなに長い戦線を作るんです。で、そんなに長い戦線ですので、たくさんの激戦地があったんですが、今回巡っていきますのはこの周辺にありますイープルというそういった場所と、もう一つこっちの方にベルダンという場所があります。その2箇所を見ていこうと思います。再び移動が始まりましたが、これまで結構移動してきましたので、これから先の移動は短めです。ここでもバスに乗り換え、上の方にはウェルカムインパッシェンデールと書かれています。パッシェンデールの戦いは第一次世界大戦の戦いの中でも有名です。移動が終わり、バスを降りました。今から向かっていきますのが、あそこに看板があるんですが、メモリアルミュージアムパッシェンデール1917。帰りのバスがあるかを確認しておかないと、さすがにね、ここで野宿はきついんで、でも大丈夫そうですね。ということで到着しましたのがこちらの博物館です。なんか想定していたよりもたくさん人がいるな。ちなみに現在地はここです。ベルギーの西の方にあります。もう少しでフランスに入る、そんな場所です。第一次世界大戦の西部戦線の戦跡というのは結構異質で、なぜなら戦場の位置がすごく長い間に固定されていたからです。年単位で戦線が動かないということが普通にありましたので、それはつまり戦争の跡が深く刻みつけられているということです。博物館に到着したんですが、ちょうど雨が降り始めたので、タイミングとしてはいいですね。
日本語のオーディオガイドはないようなので、まあ仕方ないけれど、どうでしょうね、展示の説明とかあるんだったらわかるかな。この博物館は第一次世界大戦の戦線の一つである西部戦線の上にある博物館です。こちらにいるのはフランスの騎兵だと思いますが、ご覧の通り槍を持っているのがわかるかと思います。そしてこの槍以外にも武器は持っていまして、腰のあたりにサーベルがついているのがわかるかと思います。第一次世界大戦が始まった頃は槍やサーベルを使って戦うというイメージが強かったようです。ライフルは一番使わないんでしょうね、背中に背負っています。この頃ライフルを発射すると煙がものすごいことになっていたので、このように色が目立つような制服を着ています。これは後に第一次世界大戦で変わっていくんですが、だんだんと迷彩色、つまり見つけにくい服装になっていくんです。多分ここにある展示はそういった服装の変遷を見れるようにしているのかなというふうに思います。こちらも同じような展示で、各国の制服の違い、そして持ち物の違いを比較することができるようになっています。持ち物を見比べてみたところ、国によって持っていくものが結構違っているな、そして量も違うなという感じで、これ下の方にイギリスの国旗が見えていますが、当時のイギリス陸軍は徴兵制がありませんでしたので、おそらく職業的に軍人をしているんでしょう。西部戦線の特徴といえばやはり塹壕戦です。この左側にある国旗はドイツ帝国の国旗、赤い方でしょうね。そして反対の青い方がフランス。たった30メートルで打ち合っていた場所もあったようです。こちらが塹壕での生活の様子。煙が出たら自分の場所がバレますので、なかなか火をつけるのも大変でした。最初に毒ガスを使った戦争は第一次世界大戦でした。そうなるとこのようなガスマスクが発達していきます。最初は人がガスを撒いていました。しかしそれだと危ないんです。なぜかというと風です。風が吹いたら自分の方向にガスがやってくる可能性もあります。ということで使われ始めたのがガス弾です。当初毒ガスを戦争に使うのは違法とされていましたので、このようにフランスとイギリスは交代していってしまいます。まあ後にフランスとイギリスもガスを使うようになるんですけれど、この辺りではおそらく前線で使われていた持ち物が展示されているんですが、下の方を見てみますと医療キットですかね、救急箱があります。その真ん中には手で使うノコギリがあります。塹壕に雨が降ったら足がどんどん冷えていき、凍傷になったらもう腐っていきますので、そうなると足を切断する必要が出てきます。その際にこのノコギリを使ったんです。この博物館の周辺で起きたのがパッシェンデールの戦いです。文字通り泥沼化しました。こちらイギリスの国旗がありますが、展示されていますのがイギリスの軍服です。先ほどとは違うところがあるんですが、何かというと防水機能がついているところです。塹壕に雨が降ってきたら本当に泥沼になってしまうので、このような軍服が開発されました。その写真がこちらです。もう真ん中に水たまりが出来上がっているのがわかるかと思います。男性が戦場に駆り出されたというふうになりますと、国内では男性に代わって女性が働き始めます。ここにいるのはイギリスの看護婦さんですね。左側はアメリカの、これも看護婦さんですね。額には赤十字のマークがあります。こうして女性が社会に参画するようになってくると、私たちにも政治に参加させろという話になってきます。こうして戦後女性の参政権が認められていくんです。おそらくこの写真は実物だと思いますが、ここにダグアウトと書いてあります。ダグアウトというのは防空壕のことです。今から入っていきますのが防空壕の体験です。これね、結構リアルに作ってあって、僕でもなんか怖いなと思いながら歩いていったんで、多分子供は無理なんじゃないかなと思います。こちらにあるのが、暗くて分かりにくいですがベッドです。戦争の途中はこのようなベッドで数日間もしくは数週間を過ごすということが普通にありました。ちなみにここに再現されている防空壕は、この博物館のすぐ近くにある防空壕を大きさそのまま再現したものだそうです。
これはおそらく武器を修理しているところかな。そしてこちらが医務室、つまり病院のような場所。当然ですが死んだ人、怪我した人がいっぱいいたでしょうから、おそらく匂いがすごかったでしょうね。まだ下の方があるようです。匂いといえばトイレですが、当時のトイレがこちら。当然ですがプライバシーなんてものはありません。こちらはキッチンですが、どう見ても衛生的ではないです。ちょっといいベッドがありますが、これは多分偉い人のお部屋。向こうの方に光が見えてきて、ここで防空壕体験は終了です。今から始まりますのがパッシェンデールの戦い、つまりこの博物館がある周辺で起きた戦いの展示です。ここにパッシェンデールと書いてありますが、もう現在の様子とは全然違います。ここに展示されているのがドイツ軍の大砲なんですが、パッシェンデールの戦いはものすごい量の大砲によって幕を開けます。先ほど写真を見たからわかると思いますが、もうね、本当に焼け野原になってしまったんです。この向こうに見えているカラフルなものが当時撃ち込まれた砲弾です。なぜこんなにカラフルなのかと言いますと、色によって砲弾の種類が違うからです。つまりパッと見て、あ、これは毒ガス弾とかわかるようにしてるんですね。例えばこの灰色ですが、これは毒ガスが入っています。そしてこの黒いもの、半分に割ったら中身が見えるんですが、このようにちっちゃいつぶつぶが入っているのがわかるかと思います。爆発した時にこの粒もバーンと広がるわけです。そしてこの黄色い方が衝撃を受けて爆発する爆弾。大体第一次世界大戦というとこのような銃での戦いを思い浮かべるかと思いますが、塹壕戦となると兵士と兵士がぶつかり合う、そんな戦いもあったので、このように視察用の武器も使われました。これは塹壕戦で使われたものですが、下の方が豚の尻尾のようになっています。これをぐるぐる回して土の中に埋め込んでいくわけです。そしたら上の方にこのような丸い部分が出てきます。そこにこんな鉄条網を通して敵の突進を防ぎました。つまりこんな感じです。ということで塹壕を体験していきましょう。ドイツ軍の塹壕の写真ですが、この塹壕がここに再現されています。最前線でも交代制で兵士たちは休憩をとっていましたので、このようにおそらく待機するための場所だと思うんですが、少し防空壕的な部屋があります。日本のお城もこのように道を曲げて敵が向こうからやってきてもすぐには撃たれないというような作りをしていますが、塹壕も同じで向こう側が見えないようになっています。これは日本のお城でいうところの狭間です。このように段差を上がり向こう側を狙います。ちょっとこれだったら狙えませんけれど、実際に狙えそうなものはこちらで鉄製のものです。パカッと開けたら向こう側が見えるようになっています。今まで通ってきたのがドイツの塹壕、しかしここから始まりますのがイギリスの塹壕です。見てわかる通り全然違います。左右にはトタンが使われていて、足元にはスノコ。ドイツは海上輸送を遮断されていましたが、イギリスは物資が豊富にあったということでしょう。こちら上に登ってみたら、先ほど話していた鉄条網が再現されていました。さすがに尖ってはないです。実物大で再現している博物館というのは貴重だと思います。それでは屋内に戻っていきます。もうこの博物館も最後の方です。この博物館周辺で起きたパッシェンデールの戦いが結構メインの扱いだったなというふうに感じます。この奥の部屋入っていくと、現代アートでしょうか。奥にはタイトルが書かれていました。フォールズ・ザ・シャドウ。奥にある画面ですが、おそらくこの写真のような光景を写しているんだと思います。だいたいこの写真を見たら、奥の焼け野原を見て、第一次世界大戦はすごかったんだというふうに思うかもしれませんが、実はパッシェンデールの戦いで一番多かった死因というのは溺死です。つまり手前にある沼で溺れ死んでしまったんです。一度足を踏み外したら最後で、ゆっくりと沈んでいって溺死するしかなかったんです。つまりスノコに乗っている人は慌てふためいて沈んでいく味方の兵士をただ見ていることしかできませんでした。
少し気分が重くなってしまいましたが、見る価値がある博物館だと思います。現在時刻が16時47分、次のバスが、今ちょうど行ったばっかりか、16時44分が行ったばっかりなんで、次は5時14分、30分くらいあるのか。なんかすぐ近くにお店があるので、あそこでちょっと暇を潰しましょう。どうやらバーだったのでビールを一杯頼みました。これで暇を潰しましょう。この旅行は結構アルコール飲んでんな。まあ今日はあとフランスに行けば1日終了みたいなもんですから大丈夫でしょう。すごい、これアップルの地図なんですけれど、多分これは現在17時17って書いてあるの、遅れてるのが2分間反映されてるんでしょうね。へえ、こんな便利な機能があるのか。さて、イーペル周辺は満足できましたので、今からバスに乗って移動していき、電車に乗り換えて向かっていきますのはこちらパリです。バスがやってきましたので移動していきましょう。とはいえすぐにバスを乗り換えないといけません。一度イーペルでこのバスを降ります。次のバスまで30分間くらい時間がありますので、まあ、せっかくならこのイーペルのお城を見てみようと思います。なんかパッと見た感じは彦根城みたいだなというふうに思ったんですけれど、これはヨーロッパの石垣はどうなってんだ。 石なんだ。でもなんかえらく綺麗ですね。日本はもっとなんかゴツゴツした感じの石が並んでいるイメージなんですが、これはレンガに近い気がします。他にもこの塔とかは日本にはないですね。とはいえ周りを水堀で囲んで防御にするということは基本的に同じようです。予想の話にはなりますが、向こうに見えている石、あれはお墓で、おそらく大戦のものでしょう。日本のお城と同じようにこのように狭間があり、ちょっと中見たら結構暗いな。こんな感じだったんですかね。まあ何せよ外敵から身を守る、そういった工夫が見られます。どうやら内側からは上に登ることができそうです。おお、なんだこれ、古地図だ。ここに書いてあることを読んでみると、この町の周りにはこういった門が10個くらいあったようで、現在残っているのはこれだけのようです。そして先ほど通ってきた道はこの道でしょうね。ぐーっと曲がって、多分ここら辺は埋められたんでしょう。で中に入ってきて現在地はこちらです。現在地の地図を見て確認してみると、だいたい道は残っているっぽいですね。この道がここにあります、この曲がっている道ですね。で横見たらここに川があるのが見えるんですが、現在の地図で確認してみたら川がないように見えますが、でもね、なんかこの家の感じを見たら多分川の上に立ってるっぽく見えるんで、もしかしたら残ってんのかと思って、さっきの門の入り口に戻ってきたらありますね。ということはこの門を入ってすぐの道の左側、この辺りに暗渠があり、現在も下水道かなんかになってんのかな。多分この四角はそこを開けるためのものでしょう。さてお城の門の上に登ってきたんですが、やっぱり日本とは全然違いますね。こんな丸いような構造物は日本にはないと思います。なるほど、このイーペルも両方式城郭で、まあ、大砲を撃って戦うみたいな、そんな感じのお城だったようです。でこれはですね、多分向こうの方から見た、こっちの方を見た絵なんですけれど、かつてはこんな感じの街並みが広がっていました。あんまり遠くまで行ったらバスに乗り遅れますので、ちょっとこの辺にしておきましょうか。僕の iPhone の地図がバスに乗った方が早いですよというふうに言ってたんで、よしじゃあバスに乗っていこうかなと思ってたんですけれど、なんかねバスが変な方向に行って、いやこっちじゃねえじゃんってことで降りたんですけれど、ちゃんといいルートを教えてくれればいいんですが、結局こうやって歩く羽目になっています。どのくらい歩くかというと、だいたい40分間くらい歩くんですが、いやそんなんならね、最初からもう僕電車使って行ったんですけどね。とりあえずこの道をずっとまっすぐ行って、川を渡ったところを右のようです。どうやら川がありそうなんですが、あれが橋でしょう。ということで川に到着です。これでだいたい半分くらいってことは、まあ全然歩ける距離ですね。あとはこの道をまっすぐ行けば駅に着きます。多分あの遥か彼方に見えている丸いやつが駅でしょうね。
あれもしかしてと思って確認してみたんですが、どうやら僕歩いて国境を越えていたようです。現在いるのはもうすでにフランスに入っています。もしかしたらさっき乗っていたバスもフランスの国境まで連れていく、そんな感じのバスだったのかもしれません。さて、先ほど見えていた丸い屋根の建物にやってきたんですが、これが駅なのか。どうやらこれは映画館のようで、向こうに見えているのが駅のようです。とりあえず駅には到着したけど、開いてんのか。あ、開いてるのは開いてるな。いや、閉まってんぞ。でもプラットフォームに人はいるんで、どっかから入れるんだな。よかったよかった、裏側から入れましたよ。いやー、危ないな。入れたのは入れたんですが、チケットを売る機械が壊れてるっぽくって、チケットが買えないんですよね。どうしよう。まあこれに乗らないと次は6時31分ですからね。中に入って車掌さんに事情を説明するしかないかな。今から2時間7分後にパリに到着ということなんで、多分10時くらいに到着でしょうね。現在乗り換えで歩いているところです。フランスは本日が建国記念日です。だからこんな感じで旗が立っているのかなというふうに予測できます。この電車に乗ってしまえば、あとは乗り換えはなくパリまで一直線です。ということで、もう日が沈んでしまいまして、到着したのがパリ北駅です。